悪質なクレーマーの対応。社畜の皆様、こんにちは。毎日ご苦労様でございます。今日も日本のために安い給料で必死に働いて高い税金を払っておりますでしょうか。私たちの血税がこの国を良くしているのだと考えると、税金を払うのもなんだか嬉しくなりますよね。岸田さんには本当に、本当マジこいつ増税増税ふざけんなよクソ社畜の皆様の中には仕事で電話対応をする方もいっぱいいると思います。私もその一人です。先日、あなたの早口が気に入らない、早く終わらせてほしいのって言われたので、ゆっくりめで喋っていたら、私を老人か何かだと思ってバカにしてるのって言われました。マジどないせっちゅうねん。しかしクレームの対応って本当に大変ですよね。中には悪質なクレームもあるので本当に参ってしまいます。今回はそんな悪質なクレームの対応に悩むあなたに必見。これを見ればもう悪質クレームなんて怖くない的な動画となっておりますので、皆様ぜひ参考にしていってください。お電話ありがとうございます。コカインズホーム営業担当の麻生でございます。私ネットでコカインズさんの組み立て式の椅子を購入しまして、先ほど届いたんですがネジが足りないんです。組み立てられなくて困っています。それは大変申し訳ございませんでした。すぐに新しいネジをお届けに参ります。これはいけません。相手はたかがネジが足りないだけで文句を言ってくる悪質クレーマーです。相手の言いなりになってはいけません。まずはどのネジが足りないのかを確認しましょう。申し訳ございません、ネジについてお伺いしたいのですが、足りないのは頭のネジでしょうか。素晴らしいですね。こういった返しができるようになると合コンでもモテるようになりますよ。ちょっと何言ってんすかあんた、俺のことバカにしてますよね。ふざけないでください。石の足をつけるネジですよ。あと模様も違うんですよ。僕が買ったのは縦縞模様なのに届いたのは横縞模様なんです。どうなってるんですか。誠に申し訳ございません、すぐに新しいものとお取り替えいたします。これはいけません。大切なのはお客様が何を注文したかではなく、お客様にとって最も良い商品を提案することです。大変申し訳ございません、しかしお客様、横縞なあなた様にはその横縞模様がぴったりだと思いますよ。素晴らしいですね。このようなナイスなアドバイスができるようになると、キャバクラでもアフターができるようになるかもしれません。お前マジでふざけんなよ、殴るぞ。完全にバカにしてるよね。それとな、なんかこの椅子臭いんだよ。背もたれにもシミがあるし、なんかこぼしたろこれ。誠に申し訳ございません、すぐに綺麗なものをご用意させていただきます。これはいけません。お客様の言いなりになるのではなく、お客様の言ってることがおかしかった場合指摘するのも大切なことです。臭いんだよ、どうなってんだよこれおい、お前何笑ってんだよ。失礼ですがお客様、電話越しでは匂いは伝わりませんよ。素晴らしいですね。このように電話中に笑うことでお互いの緊張をほぐす効果も生まれます。これでお客様との信頼関係はバッチリです。てめえマジでぶっ殺すぞ、二度とてめえんとこで買わねえよ。評価1つけてやる、返品だ返品。大変申し訳ございませんでした、今すぐ返品の手続きを取らせていただきます。これはいけません。返品の本来の意味とは、せっかく売りつけた粗大ゴミをお金を払って引き取るということです。死んでもお金だけは返してはいけません。いいから早く返品しろ、今すぐだ。かしこまりました、それでは返品対応のものに変わりますので少々お待ちください。あ、返品対応のものってなんだよてかこれ保留いやこれ明らかに鼻歌歌ってるよねおい、お前本当にいい加減にしろよ絶対口でやってんだろこれピーピー
いや、歌ってんじゃねえかよ。おい、これいつまでやんだよ。こら、マジでふざけんなって。このままお客様が電話をお切りになるまでリサイタルを続けていきましょう。やがてしびれを切らしたお客様が電話を切ってくれるはずです。ちくしょう。皆様いかがでしたでしょうか。悪質なクレーマーでも誠意を持って対応すればきっと思いは伝わるはずです。この動画が皆様のお仕事のお役に立てれば幸いでございます。